きますね。カントリーワゴンを楽しんでください。その練習会では大変隣におられる方が厳しいことをいっぱい、皆さんに要求するもんですから、随分、練習会でも疲れていたと
からなんですが、はい、ただその曲を次練習会でやるよって言った時になると、もう本当に YOSHIKI さんいつもニコニコしてすごい嬉しそうな顔してるもんですから、本当に YOSHIKI さんこのショットガンライダーっていう曲が好きなんだなということで、もう本当にだからカントリーワゴンといえばもうこのショットガンライダーを今日どうしても歌いたかったと、そんなわけであります。ありがとうございます。そして今日は YOSHIKI さんにこのいただいたお洋服を着させていただいております。ありがとうございます。そうですか、残念。すごい似合ってます。ありがとうございます。かっこいい。はい、じゃあ、はい、YOSHIKI さんの、はい、服を着ていくよ。 OK! Make some tequila and me! When I'm out of bed, down to Louisiana, and I'll be back to the old dream. Well, maybe I'm a shame, lonely to the heavy track, this will all want me. When my lucky back is, that's when I like it, I can party and shake for real. Change my knock and not the wood, and you sing another shadow, just mix with the kid of me. Just mix with the kid of me. That's all! Even tired of this, you can't get a six-pointless ball for me. I need a little time, crazy in my mind, stamping my reality. Just makes the kid of me. Oh yeah! Take a tree, the breeder, rip the money, leader, bring the baby side of sea. Just be school, the kid of me. Oh, yeah! Well, maybe what you know, well, so what's coming, mama won't wake up. The bank of human things, sometimes just a thinking that the one of it's a love you think. Just brings can be killing me. When we're out of bed, down to Louisiana, down to back to New Orleans. Well, bring me on my shirt. Don't listen to the baby try to risk when I want me. When I'm looking back to this, that's when I like it. I can party through every. Shake my knock and knock the door. The next thing I never said, that's a place to forget of me. Just place to forget of me. That's a place to forget of me. That's all!立島さんとの思い出、すごく
くいい思い出が2つあります。で1つはあのマール・ハガードのママトライドっていう歌があるんですけれども、それをあのロアンダ・ヴィンセントっていうブルーグラスの方が歌っているバージョンがあって、それを歌いたいって言ったら立島さんがマンドリンを弾いてくださったっていうのがすごいいい思い出です。でも今日はあのマンドリンの立島さんがいらっしゃらないのでその歌は歌えないんですけれども、最初の頃にあの歌った歌を歌います。それと一番最後に立島さんと歌あのやらせていただいた歌を一曲歌わせていただきます。一曲目はクライムタイムっていう歌です。Crime time again, you're gonna leave me. I can see the far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling. And it won't be long before it's crime time.You say that absence makes hurt grow fonder, and the tears the only rain to make love grow. When my love for you could never grow no stronger, if I live to be a hundred years old.Crime time again, you're gonna leave me. I can see the far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling. And it won't be long before it's crime time.That's the way it happened every time before. And as sure as the sun comes up tomorrow, crying time you start when you walk out the door. Oh, it's crying time again.Me. I can see the far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling. And it won't be long before it's crying time. Yeah, it won't be long before it's.1曲目はブルーケンタッキーガールという曲です。あのミユさん の, あのカントリーワゴンのフライヤーいつも作ってくださるんですけど、とても素敵なフライヤーで、特に最後のフライヤーはね、ヨシキさんがすごく輝いているフライヤーを作っていただきましたよ。はい、あ私は、あのこれはあのお別れの会っていうフライヤーなんですけれども、9月
ーツのカントリーワゴンはメンバーの名前を一切出さずに、カントリーワゴンで今まで一緒にやった人全員を写真載せました。で、一番上に舘島さんを載せて何もだから、この人出るの、あの人出るのって多分いろいろ言われた方もいらっしゃると思うんですけれども、いつもみんなでやってるっていうイメージで、はい、で、これは星になった舘島さんがいて焼かせてるっていうイメージで作りました。ありがとうございます。私も輝いてます。はい、アフターアワー行きたいと思います。アフターアワー
ワゴンの曲、楽曲って言ったらさ、もうすごく難しい曲とか、早すぎる曲とか、なんかいろいろあるのに、入った当初はね、曲も覚えるの大変だったと思うね。そう、最初はね、最初すごいなんか、なんか3、40曲でも一生懸命ね、やってるんですよ、ね、すごい。でさ、もう何年かやって、こう慣れてきてさ、フラッパーハウスも行ってさ、ね、でやっとなんか馴染んできたなとか言って思って、ね、たら、もっともっと長く続けてもらうと思ってたんですけど、楽しくね、これから次のギタリストが大学生とかになっちゃったからね、うん、who's better? So smile.
ありがとうございます。じゃあこの私がこの最後にちょっと歌ったら次はユキさんの番ですから、うん、あんまり遠くに行かないでくださいね。時刻も6時になりましたね。はい、ラベンダーブルをお送りしたいと思います。
私もあの主人が、はい、あの主人がここのカントリーワゴンに入れさせていただいた。え、あるの喋るの、あ、じゃあその時にしこのねえ、今から歌わせていただく、アクロス・ザ・グレイト・ディバイドっていう曲は、あの実はカントリーワゴンで歌わせていただくのが今日が初めてなんです。ですからあの、はい、皆さん本当によろしくお願いいたします。これはあの人生の分かれ目に立った時、さあ今からみんなの歌いたいのか、さあ自分はどういうふうに今から生きたらいいんだろうっていう、割とロッキー山脈に例えたの、はい、そういう意味の歌です。
林の主人の大好きなエミリオ・ハイジの曲です。じゃあ
やっと私ちゃんとあの皆様にお礼を言えるのがやってまいりました。本当に今日はこんなにたくさんの方に本当にこんなにたくさんの方に来ていただけるとは夢にも思っておりませんね。本当にありがとうございます。感謝いたします。私と主人は名古屋に仕事で、仕事に来まして、もう10年も経つのですが、アルマジロにやっと来れるようになって、もうでも早8年、9年経とうとしています。でも全く名古屋に縁がない2人だったのですけれども、アルマジロに来るようになって、本当に皆さんが受け入れてくださって、こんなに大勢の方とお知り合いになれて、本当にありがたく思っております。それで主人はここもアルマジロも通って、だんだんお友達もでき、そしてギターを弾かせてもらうようになって、それである日、もう僕たちは名古屋に住もう、ここをチームの住みかにしようって言って決めて、名古屋に最後まで住むことにいたしました。で、新しいだんだんちょっと離れていたのがだんだんアルマジロの近くになって、とうとう今日構えたのですが、5年ほどしか来れません。家には住まませんでしたけれども、もうアルマジロの皆様には本当に本当にお世話になりまして、すぐ名古屋に入れるようになりました。ここに集う方々も、バンドの方々も、それからアルマジロの店長さん、チーフ、スタッフさん、みんなが本当に心よく仲間に入れていただいて、ここでやれるようになりました。もう今から資料に行ってませんが、あ、心残りでしょうが、それは仕方がないので、いつもきっといつもそのそこの神戸の方にいると思います。で、今日もこれをどっかから見てて、あ、自分も弾きたいなって思っている、いると思います。これからも主人は来れませんが、私はまだまだここでお世話になりたく、まだ歌も歌いたく頼ってまいりますので、よろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。なかなかちゃんとお礼が言えませんのですけれども、本当にありがたく、ありがたい感謝しかございません。ありがとうございました。もうなんかそれで今から、大変、恐縮ではありますが、うちの長女がどうしても私の主人が大好きで歌っていた曲を、長女がピアノを弾きたいと言いますので、もうピアノの日も「せい」とか「でよ」って言ったら「それ何?」って言われて、なんとか、深夜にね、2日通ったよね、BL スタジオに深夜にしか行けなくて通いました。で、なんとか、皆さんにお聞かせできるかなと思います。汚い歌とピアノですけれども、どうぞどうぞ聞いてやってください。はい、じゃちょっと用意するので待ってくださいね。それからここからでは恐縮なんですけど、もし少し早めに帰られるとかいう方がございましたら、本当にうちの娘、それからの職さんにも言っておりますので、出口の方に少し申し訳ないんですけど、用意した品がありますので、必ずお持ち帰りください。よろしくお願いいたします。